こんにちは。心理カウンセラーの高村です。物事の悪い面だけを見て打ちひしがれてしまいますという相談を受けることがあります。このようにおっしゃる方の場合、自分で物事の悪い方ばかりを見ているということにどこかに気づきがありますから、かなり体質としてはいいんですよね。ただこれがスイッチが入っているときはご自身でもどうしようもないということなんだと思います。無理に物事のいい面を見ようとしても、これはかえって辛くなるということが大きいですから、あ、今は物事の悪い方向ばかり見てるんだなということをぼんやりでもいいですから客観的に眺めているという視点を持てるといいと思います。そうすればどこかでそれを信じないでいられるというところが出てきますので、少しずつ気分が変わってきます。いきなりいいところを見る、プラスを見るというよりはマイナスになりすぎているということに関しての気づきを持つということがポイントになってきますね。こういったことをいろいろお知りになりたい方はカウンセラー高村で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。